1933年に誕生した303。このニーレングリルを持った最初のモデルから BMW の未来は始まった。そして1936年、古典的な名作として後世に名を残す328に代表される320シリーズのリムジンやクーペで、戦前の BMW は頂点を迎える。もちろんその流れは戦後も魅力的なロードスター507や現在の6シリーズに通じる CS や7シリーズの中に生き続けている。一方、こうした高級車に固執したことから BMW は戦後の一時期崩壊の危機に立たされる。しかしブループロペラはイゼッタや700クーペなど魅力的な小型車を生み出し、次々にヒットさせていく。バイエリッシュ元オーレンベルケに捧げる特集第3章は、 BMW クラブの花石と高橋氏の話を交えながら、ヒストリック BMW の魅力とその系譜を探ってみた。やっぱりあの3リッターの魅力、また2000の CS もお持ちですね。そうですね。そういった3リッター、2リッター、クーペの魅力って先生どうですか？あの3リッターは貴婦人っていう感じがするんですね。すごく非常に容姿端麗っていうか、そういう外観的な魅力っていうのは、そういうもう本当にこう触れれば崩れるような容姿端麗っていう姿してますね。それでいて、あの乗るとあの狼的な要素を持ってる車で、そういうところに非常に魅力を感じてますね。あのラインですよね。ああライン、ちょっとこう貧弱そうなね、ああいうラインがやっぱり今の車にはね、ちょっとないような。それはラインってあのピラーの、ピラー、そうですね、リアのピラー、ですから3、まあ、CS3.0 のね、CS ぐらいのラインまでが好きですね。あの2リッターのラインっていうのはでも3200の CS から来てますね。来てますからね。でそれをたどるとやっぱりどの辺から来るんでしょうね。やっぱりあの37年の327のクーペですか。ああ327、あの辺からこう流れが来るんじゃないかなということ。それがやはりまたそのまま3リッター行きますよね。そうですね。それで6へつながってるんですよね。6のリアピラーも。ああなるほど、6のなんとなくそういうのが残ってるんですよね。そうですね。ちょっとなんかこう並べてみたいような雰囲気ありますね。そうなんですよ、面白いと思いますね。やっぱり3200あの CS でしょうね。一番綺麗なのね。綺麗な。やっぱり私もね、夢はあれですよ。CS を全部揃えてみたいなと思いますね。戦後になってからもしばらく BMW はモータリングの素晴らしさは贅沢なリムジンや高級スポーツクーペにあると信じていた。このため財政危機に陥り、一時ラグジュアリークーペの生産を中止するが、1962年の 3200CS クーペでラグジュアリー BMW は復活する。ベルトーネデザインの美しいスタイルを持つこの車は、後の BMW クーペの基本にもなるもの。この直径に当たるのが1965年5月に登場した 2000CCS である。パワーユニットは SOHC スラント 4、 現代にも通じる伝統の多球形ヘッドを備えたトリプルヘミスフェアである。排気量は 1990cc CS ではツインキャブを装着して120馬力を発揮するが、この C はシングルキャブから100馬力を発揮、 ZF 製の AT が組み合わせられる。ベルヘレム・ホフマイスターのデザインになるこの新世代スポーツクーペは、張りのある曲線と力強い直線で構成されたウエストラインを特徴として、独特なヘッドランプと極端に細いルーフピラーが強烈かつ未来的なインパクトを与えるが、それとは逆にインテリアはウッドをふんだんに使い、温かさが漂う。2000CS は68年に6気筒を積んで登場した 2800CS を経て、71年さらに排気量を増した 3.0CS へと発展する。つまり戦前から続く BMW 伝統の大排気量ラグジュアリークーペが再来したのである。特徴的な大型ヘッドランプはこのモデルでは丸型4灯式となったが、
基本的なスタイルに変化はなく、あの美しいピラーはそのまま継承されたのである。当初はツインキャブレター180馬力であった6気筒3リッターエンジンも少し遅れて登場する CSI ではボッシュエレクトロニックインジェクションを採用。パワーは200馬力に上げられ、最高速も時速200キロに達した。この時点ではクーペボディ BMW はもちろん CS のみ。6気筒を積み込むためにフロント部分は伸ばされたが、崩れることなくインテリアも洗練度を増した。 BMW クラブの花石が形容した貴婦人という言葉はCS の完成された姿として、なるほど納得ができるもの。この 3.0CSI は美しさと高性能を兼ね備えた BMW 高速ツアラーとしての地位を守りながら、究極のモデル CSL に発展し、惜しまれつつも6シリーズにその座を譲り渡すのである。マリンなんかはやっぱり700のセダンの方から来てますね。セダンの方なの、はい、それで1500のフォードはですか、あの辺りからずっと来てるんじゃないですか。700というのはいわゆるイセッタのコンポーネントを使ってボディが、そうですね、うん、まあ、一番の筆頭商品でしょうからね。それが大衆車ってことですね、うん、であれとやっぱり1500でベンベをガッと盛り上げていったという、ブルーのプロペラがまた回り出したっていう、でいわゆる700とは別で、そうするとあの1500のフォードアっていうのは現れてきた。突然ひょっと現れますね、あそこ。そうですね、あそこからね、突然に出ますよね。突然出てきますよね。やっぱりあのフォードア化っていうのがいわゆるセダンの実用車という部分での誕生なんでしょうか、やっぱり。そうすると、そうじゃないですか ね、 ね、でそのエンジンが丸2に流れてくる。そうですね、うん、で2ドアがまたそこに息づく、復活か。やっぱり1500あたりがスタートした車っていうのは1800、2000Ti、あの辺のやはりヨーロッパでもね、ツーリングカーでかなりやってましたから、ね、そうですね。華やかなスポーツクーペと別の流れの中で、それを支えた小型サルンの存在を忘れてはならない。むしろ戦後 BMW 復興の原動力となったのはイセッタから発展する700であり、全く新しい BMW 1500であった。1961年のフランクフルトでデビューした1500はミケロッティデザインの美しいフォードアセダンで、高いクオリティを持ちスポーティーな走りが好評だった。その後の BMW 小型サルーンは全てここからスタートしている。2000Ti は基本設計に優れたこのシリーズの発展版として66年に登場。2リッターエンジンを積み込んで120馬力のパワーを持ったスポーティーサルーンに成長する。このモデルの大きな特徴は 2000Ti から採用された変形ヘッドランプと大型化したテールランプ。その後もこのモデルは1972年まで生産されるが、その流れは現在の5シリーズに引き継がれる。一方、マルニシリーズは1500系より一回り小さい2ドアセダンとして66年にデビューする。1500系のメカニズムと700クーペの軽快さを生かし、いくつかのパワーユニットを組み合わせたことから多彩なバリエーションが誕生する。そしてこのシリーズは60年代から70年代にかけて最も成功したコンパクトスポーツサルーンとなった。中でも最高のマルニと言われるのがこの 2002TII。 伝統の SOHC スラント4は2リッターの排気量を持ち、 10.0 の圧縮比とクーゲルフィッシャーのメカニカルインジェクションから130馬力のパワーと190キロの最高速を発揮。コンパクトでおとなしいボディからは想像できないパフォーマンスを見せてくれた。マルニのこうした性格はモータースポーツの素材にはうってつけ、特にスタビライザーを標準装着した 2000Ti は様々なモータースポーツシーンで大活躍。今日 BMW 系メーカーとして認められるアルピナが注目されたのもこの頃からである。そして1975年一世風靡したマルニも初代3シリーズとバトンタッチ。現在の3シリーズにもその熱いハートは生き続けている。時の流れとともに洗練度を高め、ここに登場した BMW の子孫たちは元気に現在を生きている。
そして今我々はシリンダータワーの思惑通り現行の BMW へと思いを馳せる。